稲作シーズンの本格化を前に、岩沼市の竹駒神社で五穀豊穣を祈願する箸祭が行われました。竹駒神社の箸祭は農作業の安全や豊作を祈願するもので、60年以上前から毎年行われています。箸祭は今日午前、神社の職員や運営委員などおよそ20人が参列して境内にある水徳殿で行われ、はじめに苗の生育を願う祝詞が奏上されました。そして参列者が一目惚れの種もみおよそ3キロを苗を育てる箱に厳かに撒いていきました。来月23日にはお田植え祭が行われ、この種もみから10センチほどに育った苗が水徳殿に植えられます。